漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこうじょのいこ。さてさて12月9日木曜日お昼になりまして、お知らせ更新の時間がやってまいりました。明日12月10日の12時から、3周年記念、始まりの、扉へ第2弾が開催でございます。というわけで早速、3周年記念、始まりの、扉へ第2弾の、お知らせ内容を確認していこうじょのいこ。お知らせ読むのめんどくせえよという方はぜひ最後まで、ご覧くださいませ。それでは今回も盛りだくさんですので、サクサク確認していきまっしょい。というわけでまずはログボのお話。3周年記念、始まりの、扉へ、第2弾ログインボーナスということで、21日4時までの期間中、最大7日間ログインで、プラチケ150枚、遠征チケット700枚、スタ財賞70個プレゼント。ちなみにジュエルの配布は、ない模様。まあジュエルに関しては毎日忘れずに、広告見てくださいねってことなんですかね。私だけかもしれませんけど、広告視聴ってつい忘れてしまいがちになりませんか？私はツイッターで300ジュエルゲットの、報告を見るたびに、あ、今日の分見てないわ、って、思い出して広告見ることになるんですが、広告視聴のデイリーミッションがあってくれたら忘れずに、済むんですが、運営さん、デイリーミッションに追加してくれませんかね？達成報酬はしょぼくてもいいんで。そしてそして、皆様大好きガチャのお話。3周年記念、始まりの、扉へロマンシングフェス、ロックブーケ編開催ということで、新スタイルはロックブーケ、シティシーフことラビット、インペリアルガード女こと、ビクトリア、宮廷魔術師女こと、オニキスの4名。ついにキャット以外のシティシーフが、実装ですな。そして今まで SS スタイルがなかったインペリアルガード女に新スタイル、そして今までに何度ファイアボールを教えられたことか、散々一面スタイルで邪魔してきたエメラルドさんこと、宮廷魔術師女にも新スタイルが、実装ですな。てっきり次はアーニャ編かと思っていたのですが、ロマサガ2の発売日に合わせてロマサガ2のイベントをぶっ込んできたみたいですな。私、ベア様を愛用しているんですけど、ベア様の新スタイルは、まだですか？そして今回、ロックブーケ編だけではございません。というわけでこちら、3周年記念、始まりの、扉へサガ魂ガチャ、ヌサカーン編開催。ということで、サガ魂ガチャも同時実装のダブルガチャでございました。こちらで実装の新スタイルは、ヌサカーン先生、フレイムタイラント、ケルビン、アルカールの4名、ロマサガ1の四天王は、サガ魂ガチャのお得意様になるんですかね？昨日、急遽キャラクター名の、変更のお知らせがあっていきなりなんのこっちゃと、思いましたが、このためのフラグだったわけですな。そして、新ガチャ実装時お約束の、技や術の連達の追加もあり、下り飛竜と生命の水に、連達が追加とのこと。下り飛竜はハンニバルの、継続火力技として一時期重宝しておりました。そして生命の水にも連達追加ということで、これは恩恵を受けるスタイルがむちゃくちゃ多いですな。どんな感じのスペックのスキルに、仕上がるか楽しみです。そしてまだまだございますわよ。3周年当日に復刻ガチャが来ましたが、それとは、別に復刻ガチャが実装。3周年記念、始まりの、扉へロマンシングフェスアセルス編ということで、アセルス、モニカ、コーデリア、リッチが復刻とのこと。こちらは現在開催中の、復刻ガチャと同じく、ステップ4までの各ステップ優勝500ジュエルで、引けて、ステップ5は優勝3500ジュエルで、SS 一体確定だそうです。ただこれを見る限り30連で、10連無料は、ないみたいですな。現環境でもバリバリ活躍しているスタイルたちなので、ジュエルに余裕がある方は狙ってみてはいかがでしょうか？というわけで、第2弾は、ダブルガチャどころかまさかのトリプルガチャでございました。まだまだ3周年も中盤に、差し掛かったところだというのに、これはなかなか厳しい感じですな。
そして、追憶の幻灯城での、斧と棍棒の救済スタイルが、実装されると思っていたのですが、どうやらそんなことはなかったですな。また次の、ガチャに期待します。というのがガチャのお話。ここからは明日から始まるイベントの、お話。還元定イベント、七英雄襲来、暗闇の、制圧戦開催。ということで、明日からのイベントは、七英雄襲来の制圧戦ですな。七英雄襲来ということで、制圧戦のラスボスは合体七英雄なんですかね？もしそうだとクイックタイムなしで、勝てるかどうか不安で仕方ないですな。シングルプレイで5000ジュエルゲット、アイテムを集めて交換所にて、SS 複防具の、高麗の、手袋、や商談の巻物などを、入手可能とのこと。今回はマルチではなくシングルプレイでの、制圧戦のようですな。また周回天国が実装されることを、切に願います。こちらには書かれてないですが、錬成素材のドロップは、ない感じですかね？どうせならそちらもドロップしてくれると、大変助かるんですが。そして、毎回恒例育成ボーナスキャンペーンも、実施。期間中、制圧戦とメイン前話で、一部のキャラが捨て上昇2倍。今回の3ガチャでのピックアップスタイル12名と、ロマサガ2と詩人が対象でしょうな。そしてまたまたログボのお話。ロマサガ2発売日記念ということで、サガステのブーケとノエルとワグナス、ハロウィンキャット、旧正月女帝の専用ピースを、それぞれ20枚プレゼント。で、そこはジュエルじゃないんかい。これまたなんとも微妙なログボでございますな。今までに発売日記念ログボでこんな感じのありましたっけ？開催期間は1月1日4時までとのこと。そして毎回恒例ミッションの、お話。合計3種類のミッションが、同時に開催とのことです。ホーム画面のミッションでは全ミッション達成で、奇跡メダル560枚ゲット。わーい奇跡メダルだ嬉しいなぁ。開催期間は3種類とも、12月21日4時までとのこと。そしてツバイクメダル獲得量と、交換量2倍。12月21日12時まで、ローディング中のイラスト変更。ということは次のイベントと、ガチャは21日に始まるということですな。というのが明日からのキャンペーンの、お話。そしてここからは週明け月曜日からの、キャンペーンについて。漫画、ロマンシングサガ、リユニバース連載記念ログインボーナス開催。ということでリユニの漫画連載記念ということで、1日ログインで100ジュエル、で 100? 1000の間違いじゃなくて、100? なんか笑いが込み上げてきますな。漫画連載スタートおめでとうございます。てか12月13日から15日まで、GB サガシリーズの発売日なんですけど、それに関してのログボは、ないんですかね？ GB サガ大好きおじさんとしては、悲しくなってしまう女の子。そして裏道場交換所についに、強者の称号の2の、段が追加。そして一部報酬の交換上限増加とのこと。やっとこの時がやってきましたな。これで安心して2の段まで、解放することができます。で、最後にコンサートホールに BGM 追加みたいです。というのが今回のお知らせでございました。いやぁ、今回も盛りだくさんでございましたな。というわけで明日からはソロの、制圧戦がスタート。まだ螺旋回廊や追憶の幻灯城とやること、多くて大変ですが、マイペースにロマサガ RS を、楽しんで参りましょう。無理せず元気にレッツハムハムですぞ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、